ウミガメの産卵が多いこの時期に、学生たちが朝早くから調査を行っています。県内でウミガメを保護しようという動きが加速している中、学生たちもその一助になっています。夜が明けて間もない高知市の高知海岸。学生たちが探すのはウミガメの卵です。高知大学の海洋動物学研究室の学生らは、ウミガメの産卵が多いこの時期に、産卵に適する場所や環境などを明らかにするための調査を毎日行っています。県内の沿岸は、赤ウミガメが黒潮の流れに乗ってくると見られていることから、全国有数の産卵地とされています。しかし、地球温暖化による海水面の上昇で、砂浜が狭くなってきていることなどから、産卵回数は年々減少。去年5月には専門家らが情報共有を行う高知海岸ウミガメ協議会が発足し、ウミガメを保護しようという動きが県内で加速しています。学生らもメンバーとして自分たちの調査結果やウミガメを守りたいという思いを発信することで、その一助を担っています。貴重な生物なので、そういうウミガメが、上がってくるっていう景色を守りたいっていう思いがあります。ウミガメの卵の保護だったり、こういった、産卵上陸の調査を今後も続けていけたらなと思ってます。学生らは卵を保護した場合は孵化まで世話をした後、子どものウミガメを放流する予定です。